アメリカ最大のムービーパレスと評される、シカゴのアップタウンシアターピクチャーパレス、または、ムービーパレスは1910年代から1940年代に建てられた精巧な装飾を施した映画館である。1920年代後半の1925年から1930年の間には毎年数百館が開館し、ピクチュアパレスの絶頂期であった。ピクチュアパレスと呼ばれる劇場には3種類の建築様式がある。一つ目は古典的様式のピクチュアパレスであり、折衷的で豪華復古調の建築様式である。二つ目は露天のような天井が特徴的なアトモスフェリックシアターである。最後は1930年代に最も一般的になったアールデコ調の映画館である。偉大なるボードビルの劇場は20世紀初頭になると映画を上映し始めたが、長編映画が制作されるようになると映画専用劇場の建設が進んだ。$10,000をかけてミッチェル・マークによって1913年に開館したニューヨークのマークストランドシアターは一般的にアメリカの最初のピクチュアパレスとされる。中上流層を映画に引きつけることに成功し、他の人々も追随していった。ピクチュアパレスの建築士の多くはアメリカ帰化第一世代であった。ルーマニア出身のジョン・エブラソンやスコットランド出身のトーマス・ W ・ラムなどが特筆される。他にも先駆的ものとしてラップ兄弟のシカゴ建築事務所も挙げられる。シカゴシアター、アップタウンシアター、オリエンタルシアターを設計した。また、興行主のサミュエル・ロキシー・ロサフェルはテーマを持った舞台上演と映画の豪華な上映の創始者である。シドニー・グローマンは西海岸初のピクチュアパレスであるロサンゼルスの$1,000,000シアターを1918年に建設したものとして知られる。その名前が示す通り、ピクチュアパレスはその時代の他の製品と同様に平均的な市民を貴族のような気分にさせることを謳い文句としていた。民主的な格言や愛国的な彫像が刻まれた一方、意として貴族時代のヨーロッパの遺憾を参考としており、しばしばヨーロッパの流行で彩られていた。ジョン・エブラソンはピクチュアパレスの一種であるアトモスフェリックシアターに特化していた。同氏は500館ほど建築を手掛けたが、テキサス州ヒューストンに1923年に建築したマジェスティックシアターがその最初である。アトモスフェリックシアターは深青色の天井の下に高度に装飾された非対称の外壁と異国情緒のある動植物が周囲を囲っており、屋外の中庭に座っているような感覚を伝えるものだった。そして、照明が消された時は、ブレのグラフと呼ばれる特殊な映写機が、天井に雲や天体の特殊効果を投影した。トーマス・ W ・ラムは、オペラハウスに倣って作られた、ハードトップと呼ばれる形式など、当初は非常に伝統的な様式であったが、きらびやかなものを設計した。同氏の手掛けた劇場は1910年代の比較的穏当な新古典主義的な設計から1920年代には精巧なバロック調や東洋的な衣装を施したものまで進化した。ピクチュアパレスの特徴的な外観は特に衣装を凝らした装飾の一つである。劇場はしばし様々な視覚要素が互いに衝突し合い折衷的な異国情緒を漂わせる設計となっていた。フランス風バロック様式、世紀ゴシック様式、モロッコ風様式、地中海風、スペイン風ゴシック様式、ヒンズー風、バビロニア様式、アステカ風、マヤ風、東洋風、イタリアルネッサンス様式、エジプトリバイバル様式などがすべて混合し、調和していた。この装飾の豪華さは、ただ、単に美的な効果を得るだけではなかった。映画ファンを引きつけるような幻想的な環境を築き、魅了させることが目的だった。今日まで残ったピクチュアパレスの多くは、通常の劇場、展示場、もしくはコンサート、演劇、オペラの上演等で使用されている。開館年と所在地を付記したピクチュアパレスの一覧を以下に示す。http://cinematreasures.org/シアター/10331/。ありがとうございます。